んですよ、うん、なんか、ね、鉛筆で変なの書いてあるんですよ、読めない、まあ、真理を求める方は真理が全く分かんないですよね。これね、字なのか落書きなのか全然分かんなくて、鉛筆だけなんですけど、本当に隅っこの方に一箇所だけグリグリグリって、でも字かもしれないけども、なんか微妙に読めないっていう感じで、そこはちょっと真理を疲れたくない、何かを書いてる、何かわかんないね。あのどかんとこう表のここで宣言しながら、もう多分裏側に多分、ね、何かの暗号みたいなのとかね、多分この人だからこそ何かがあるのかもしれないですよね。